カジカザワ営業所2014年11月撮影山梨交通カジカザワ営業所は山梨県南駒郡藤川町に位置する山梨交通の営業所である山梨交通の営業所の一つであり国道52号の旧道と厚生道路に挟まれる形で設置されている主に南アルプス市を経由し甲府駅へ向かうバス路線を担当しているかつては 身ノ部町方面にもバスを走らせていたが、1980年代の合理化により次々と廃止になり、各自治体のコミュニティバスに移管されている。数字は、系統番号。甲府駅の乗り場については、甲府駅、バスターミナルを参照。42系統、44系統、46系統は、地域間感染系統として、国の補助を受ける。 甲府駅からイオンモール、甲府昭和まで直行バスを運行している。便数が多い土休日ダイヤの一部便を担当。四季島営業所、伊勢町営業所と共感。以下の路線は山高田運行地が藤川町、市川三里町、三信町,町から受託し、藤川町コミュニティバス、藤川町ホリデーバス、市川三里町コミュニティバス、三信町 A バスとして運行している。 パスもスイカなど交通系 IC カードも利用可能である。藤川町方面、美信町方面、コミュニティバスとしてデマンドバスの藤川町町営バスが当営業所に乗り入れている。ありがとうございます。